アワープラネット TV の白石はじめです去年4月に施行された NPO 法の改正と税制改正これによって NPO への寄付の優遇税制が広がって適用を受ける団体の数も大きく広がりましたアワープラネット TV も今年2月に仮認定を受けて今年度から寄付してくださる皆さんが税制向上を受けることができるようになりました今日のコンタクトは 寄付革命。あなたのお金が社会を変えるか、npo 法人シーズ市民活動を支える制度を作る会の関口博明さんにあのお越しいただきまして、お話を伺います。よろしくお願いいたします。あの、もう関口さんはこのまあ npo 法の改正。それから税制改正の時ももう本当にね。たくさんこう尽力されてで、しかもその改正後も。 実は「アープラネット TV」をはじめたくさんの NPO をまあこの制度に引っかかるようにですね相談を受ける授業をされたりとかいうことで本当にまあお世話になりました私たちもあの <laughs> あうた「アープラネット TV」さんが仮認定を取得されたと聞いてやったということで思わずツイッターであでおめでとうございますということで <laughs> といおいみさせていただいたんですけど、はいまあ、NPO が社会にこう躍進できるようにずっとこう制度改正をね、えー でできるよううにということいこ政策提言をまああの繰り返されてきたんですけれども実際にですね去年の4月からもう,もうすぐ3月終わりますけれどもこの1年間にこの,あの新しい制度こういった仮認定とか認定を受けられたところは増えているのかあるいは何かこう変わったところがあるのかまずちょっとお聞きしたいんですけれども、はい。 あのまあ制度が変わった当初はですね少しあの認定仮認定の申請が少なくて我々われもあのえ大丈夫かなということで懸念しておったんですけどもあのその後、あの我々の方でも運用の改善等を要望してですねえまあ6ヶ月過ぎたあたりからはかなり順調に申請数も増えてきていてですね、はい はいあのー、こちらのフリップちょっとご覧いただければ内閣府のホームページから取ってきたもので一月ごとの,あの件数が掲載されているわけですけどこの下に細かいんですけれども <laughs> すごくあの昔のですね <laughs>、はいえー、この制度ができた当初の数が書いてある最初はと3とか12とか22という本当にこの頃はもう認定 NPO ってもうあの絶対に無理だなというふうに私たちが思ってた時代なんですけれども <laughs>、はい、それが。 まあ改正を受けまして、えー、去年のまあ四月以降ですね、暮、はい、れぐらいからですかね、はい、急に増えて、そういう意味ではまだまだこれから増えていくかなっいう感じです,、ね、うですね。申請自体はもう300件以上出てますので、えー、この数は本当に改正 NPo 法の効果だなということで、うんえー、であのまあもちろん東京が一番多いは多いんですけども、はい、地方の方でもあの認定 NPo が一つもなかった空白権件っていうのが かなり残ってたんですがそれもあと5県まで減ってきましてなるほど、ええ、ちなみにその5県はかかりますかえあの富山と福井とですね、はい、であと和歌山滋賀そして熊本の5県なんですがじゃあここもいずれはいずれ <laughs> はい。 まあ今回私たち仮認定ということで認定自体まではあの行けなかったんですけれども正直言うとですね最初に思っていたほどには手続きは大変ではなかったかなというふうにはあの思っているんですけどどうですか相談に応じてらしてそうですねあのー、まあ多分アープラさんがそうやってあまり苦に感じなかったのはやっぱり土台がしっかりしてらっしゃったから。 だと思いいますはい、あの NPO 法人としてしっかり活動されている団体さんであればポイントを押さえれば、うん、そこまで難しくはないのでぜひあの他の団体さんにもですね諦めずにチャレンジしていただきたいというところですね。そのの書類を出してから、えー、あの まあ私たち所管が東京都なので東京都の方がまあ私たちのところにまあヒアリングのような形でいらっしゃる実治調査というのがあっで,、ねはい、で私はあんまりそれについては詳しく事前に情報を知らなかったんですけどこれが大変なものでみっちり3時間あるんですけれども過去の帳簿もう全部見るそれからですね金庫現金の管理とかですね 現金の出し入れをどういうふうにやってるか誰が管理してどういうチェックの様式になってるか本当に社会保険ですとか あるいはなんか給与ランクっていうかはい、はい、そういうものの決め方とかですね結構そういうのをあの全部、まあ、最終的には提出もするんですよ。ここまできっちりやるんだなというふうにはねあの逆に言うとそこの,、まあ、あの NPO 法人というのは認証の際は基本的にはあの書類が形式的要件を満たしていれば認証は受けられるものなんですけども認定とか仮認定っていうのは所轄調査まあここで言うと東京都の実地調査も あって、はい、それでまあねあのみっちり帳簿まで見た上で t o k さんがまあここなら大丈夫だよっていうことで認定仮認定したっていうことが、うん、まあやっぱりそのののの信頼の根源にもなっていますのであこの NPO 法改正とその認定 NPO の制度によって、えー、税制優遇が受けられるっていうのがまだまだね金額的なものとかもうんうん イメージが一般、はい、の,の方にないなと思っていてちょっと今日はそれをばっちりとあの、はい、解説していただこうと思うんですれだけ返ってくるかとすのアワプラン t v ではあり多い金額、例えば三助会員は年間1万円なんですね。はい、で、1万円の方々が今後どうなるかということなんですけど、どうなるんでしょうか、はい。えー、認定、まあ、これ、仮認定もそうなんですけど、仮認定 NPO に1万円寄付する、まあ、これは三助会員も。 あのアープラさんの場合含まれますので1万円会費を払うということになりますと、はいえー、その領収書がですねアープラさんから寄付者の方に、まあ、会員の方に届きますよね、はい、でそれを確定申告することによって、えーまあ、国政府からあ支払った所得税のうちの3200円が還付されるということで、はい、まあ結果として1万円参助会費を払うと、はい、3200円税金が還付されると。 なるほど。いうことになるんですね。一月から十二月の間に、送った領収書を三月の確定申告で。還付を受けるっていう、そういう考え方になりますね。はい。今一万円でやったんですけど、高く期待をして、五万円を寄付してくださっている方も。まあ、結構いらっしゃるんですけど。やはり五万円でも同じような検査になるんですか。そうですね。あの、まあ、細かく言うと、いろいろと、あの、上限があったりはするんですけども、はい、まあ。 5万円寄付できるような結構あの、まあ、所得のある方ですと、まあ、おそらくその上限には引っかからないと思いますので、はいえー、5万円寄付するあるいは参与会費を払うとか会費を払うと国の方から1万9,200円税金が還付されると返ってくると、はい、ちょっと大きい金額を寄付してくださるような方も中にはいらっしゃるんですけれども。はい、大きい金額になれば 税額控除も増えていく。という,そういうことですね。感じになるわけですね。三十、はい、万円を、あの寄付してくださると。十二万円ぐらいの還付が受けられると、いうことですね、はい。今までそうすると。三十万円を寄付してくださった方は、何かこう五十万円ぐらい寄付してくれても。なんとなくこう自己負担は税金で。返ってくるので。 なんかこうあんまり変わらないっていうそういう図々しい考え方で <laughs> 倍ぐらい寄付してもいい倍まではいかないんだけどうう、ね、倍まではいきませんけどもあの要は半分ぐらい、まあ、半分までいかない国があの出してくれるということですので自己負担だけで考えれば今までの倍ぐらい応援できるということですから。でではもっともっっとと低い金額で、えーえー 例えばインターネットを通じて寄付してくださる方もいるんですけど実際にいくらからこういった税額控除は受けるることができるんでできんすすかそうですねあの基本的には適用加減額というのが2000円というのがありましてでもこの適用加減額というのは1団体2000円以下は対象にならないんじゃなくて、はい、そのいろんな団体に寄付されている方は全部足し合わせて2000円を超えたら対象になるという仕組みですので。えじゃあ 500円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 ,500円って例えば10団体に出しているような人がいたらとしたら、はいはい、それも最終的には受けられる,こと,ですられるということですもし認定ね。ですからその1団体2000円というふうな足切りというのをあの誤解されている方もいるんですが全部足し合わせて2000円を超えるかどうかの判定なので、うん、あの小口の寄付であってもあのちゃんと領収書をあの取っておけばちゃんと確定申告で控除は受けられると。 いう仕組みになってます医療費の控除とか、はい、そういうものの控除に比べても割合が完封率い,いやもうすごいですね,すですねもう世界トップクラスになりましたんであの寄付税制のオリンピックがあったとしたら本当に表彰台狙いちゃうと思います本当ですか、はい、あのズバリ今日のタイトルはそれこそ寄付革命あなたのお金で社会は変わるかっていうことなんですけどね <laughs>、はい、日本って 寄附文化ががなないと言われながらも例えばあの東日本大震災の時とかはい、はい、あるいはいろんな例えばお子さんが病気になってアメリカに渡りますと治療費があの集めてますというと、はい、結構なお金が集まりますよね,すまますよねただその一時的にこうムーブメントとしてこう集まるという感じで継続的にっていうのはまだまだまあこれからなのかなという気もしているんですけどもずバり関口さんは、まあ、この。 あの制度をきっかけに将来的な見通しとしては今後どういうふうにしていきたいというふうに考えてらっしゃいますかそうですね、まあ、やっぱりあのだんだん皆さんが例えばその今回この税制というのは税の仕組みに関わるところなんですけども、うん、税自分の税金がどう使われているのかとか、まあ、あるいはこういう社会にしてほしいとかですね、うん、あの社会に対する関心というのは特にまあ女性が では震災後高まっているっていうのもあると思うのであとはそこにやっぱり我々 NPO 側がいや我々こういう社会を目指してるんですってこういう解決策があるんですっていうことをまあ訴えていくことによってそこに税制が今回の税制がセットになりますとやっぱりそのいわゆる税の仕組み税金で調税されてそれをまあ事業なり補助金として出すという仕組みとはまた別のやっぱり市民が市民を NPO を支えると いうもう一つのこの横のお金の流れをですね強化する上では今回のこの新しい認定制度と税額控除の仕組みっていうのはこれはまあインパクトのある。 まあ革命と言ってももいいいかもしれないですね,ですね現象として劇的に変わったわけではないので、うん、まだまだこの本当漢方薬みたいな話だというとある国会議員の方言ってたんですけどすぐにその本当のまあ革命のようにですねドカンとある日突然変わるというわけじゃなくてやっぱり徐々に徐々に国民の一人一人がこの制度を使うことによって変革が進んでいくという。うん ようなイメージだと思うんですけども、ど非常にこう、まあ一人一人の市民国民のこの社会参画ってこともあると思うんですよね。うん、寄付を通じて、何かしらの社会問題につながるという、はい、意味でも、すごく大事な、うん。ね、だからまあ、税金を払う代わりに、まあ、ある意味。 こちらの団体にその分をまあシフトしているみたいな部分ですよね、今回の制度というのは。ですので、本当にこれがこう,うまくねあの定着するようにまあ私たちも頑張っていきたいと思いますし、ぜひこれからもいろいろ助言をよろしくお願いいたします。は,い今日はもう関口さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。